今年の1月10日発売の文春の記事で、松本さんの関係の第2弾という形での記事が報道されましたので、そのことについて少しお話をさせていただきたいと思います。まず結論から申しますと、昨年12月27日に出た、いわゆる第1弾の最初の記事よりも、今回の第2弾の記事は、内容が少し粗いのではないかというような感覚を抱きました。まあ、少なくともですね、犯罪として認定しうるところには至っていないと。まあ、第1弾の記事はですね、A 子さんの話そのものに、かなり具体性、迫真性、切迫性、緊迫感があったので、まあ、その話が事実だとしたら、まあ、時効の問題があるにせよ、まあ、犯罪としては認定できる程度にはなっていたんですが、第2弾の今回の記事は、単なる、まあ、第1弾の記事の真実性を、いわゆる補強する、まあ、裏付けるというような位置づけの記事だったのかなと。まあ、ですから、ドンピシャリというか、すごいドンとした重みのあるものではなくて、少し荒っぽい記事になっているがために、第1弾の記事のまあ状況証拠的なものとして、第2弾の記事、こういうものがいろいろあったんですよ、他にもというような形のものとして、記事が出されているのかなっていうぐらいには思ってしまったところです。まあ、もっともですね、まあ、これから述べることは、まあ、第2弾の記事の内容でも、まあ、それが正しいとした場合、犯罪になるか、犯罪として評価できるかというのと全く別にですね、今の、まあ、価値観、道義的なものからすると、やはり今回の第2弾の記事の内容であったとしても、マイナスイメージとかいうのが松本さんにはされてしまうと。まあ、マスコミにおいてもですね、北川さんの時のマスコミ報道が十分にされなかった、あるいはほとんどされなかったということで、教訓もありますから、まあ、今回もですね、まあ、道義的に少しでも問題がありそうだということになると、マスコミは結構引いてしまう。まあ、触らぬ神に祟りなしということで、北川さんの時の教訓をマスコミ側がスタンスとして持っていくとすると、かなり松本さんは今後、マスメディア、テレビ界においては、自ら芸能活動を一時停止したと言っても、それだけではとどまらない。周りからも、やはり相当距離を松本さんに置いてってしまうことがあり得るような感じはします。まあ、第2弾の記事、まあ、先ほど来、荒っぽいというようなことを申し上げたんで、少し、内容を要約してお話ししますと、まあ、第2弾の記事はですね、もっぱら、ゼゲンという言葉と、セックス上脳システムという言葉が、かなり並んだ記事になっています。まあ、文春側とすると、かなり戦略的にアピールする形かなというふうにはなっています。ゼゲンっていうのはですね、まあ、あまり聞き慣れないんですが、もともとは、女性を遊郭などに、売春労働に斡旋することを業とした仲介業者のことを言うんですよね。ゼゲンとかセックス上脳システムということで、いかにも読者をして、これは大変なことだというようなイメージを与えてしまうわけですが、ただ、犯罪としてはどうなのかっていうとですね、私は少なくとも、第1弾の A 子さんらに比べると、犯罪としての評価は結構難しい、評価が分かれるところではないかと。というふうに思ってます。簡単に言うとですね、まあ、今回は C 子さんという人が登場をまずします。まあ、第1弾の時の A 子さん、B 子さんに続いて C 子さんなんですが、まあ、C 子さんが2016年の6月にグランドハイアット福岡、これは福岡なんですが、そこでですね、まあ、要するにお笑いコンビ、パンクブーブーの黒瀬淳さんらが、まあ、登場して、シーコさんがグランドハイアット福岡の、まあ、特別な部屋でですね、まあ、お酒を飲んだりしているわけですけれど、深夜12時過ぎた頃に、まあ、そのお笑い芸人の黒瀬さんが、シーコさんを隣の寝室に呼び出して、
松本さんが二人きりになりたいって言ってるけれど、どうかなというふうに志保さんに、話を振るわけですよね。で、志保さんがその時に、私の心の中では、ああ、やっぱりそういうことってあるんだと思い知ったと。で、ここまで来てしまった以上、後戻りはできない雰囲気でしたと。まあ、二人きりになることを了承するというような記事になっています。で、寝室に行くと松本さんが、ちょっとエッチな気分になってきたんやけど、って言って、シーコさんに迫ってきて、まあ、シーコさんにキスをし、抱き寄せ、最後は性行為をしたというような記事になっています。で、先ほど第2弾のこの記事は少し荒いと言いましたけど、例えばシーコさんが今申し上げたように、ここまで来てしまった以上、後戻りはできない雰囲気でした。二人になることを了承をするというようなことを言ってるわけですけれど、まあ、この点がやはり犯罪になるかどうかとかいう評価が分かれる。まあ、嫌だ嫌だという意識が浮き彫りにもっとなっていれば犯罪性が帯びてくんですが、少し二人になることを了承するとか、まあ、そういうような言葉を使ってると、ちょっと描写が弱い、荒いというふうに感じました。で、黒瀬さんは最後にですね、まあ、5000円を千子さんに差し出して、タクシー代と言って渡したというようなことが書かれています。で、このシーコさんだけじゃなくて、今回の第2弾の記事は、もう一つ福岡においての同じような人が出てきます。まあ、いずれにしても何人かいたらしいんですけど、で、まあ、要するに、黒瀬さんらが、まあ、要するにそのために松本さんが福岡に来るたんびにアテンドして、まあ、その度に接待をしなきゃいけないというのを周辺のこう人に黒瀬さんがこぼしてたらしいんですよ。で、毎回新しい女の子を呼ばなきゃいけないんだ。正直もう呼べる女の子いないよ。というようなことまで述べていたというのは記事になっています。福岡だけじゃなくて大阪。これは今度は D 子さん。これは2019年の10月の話なんですが、ザ・リッツ・カールトン大阪。で、そこにおいても、今度は芸人田村健二さん。いろいろとそこで差配していると。進めていると話を。ということで、2時間ぐらい経った後に、田村さんが一人一人寝室に呼び出して、今日誰が良かった？今から誰と二人で飲みたい？松本さんはどう？というようなことをデイコさんに聞くと。デイコさんは、まあ、性的な意図を察知したんで、いや、みんなで飲みたいですと言って、松本さんとのツーショットを拒んだと。まあ、それでも田村さんは必要に、松本さんとかええやろと畳みかけると。まあ、もう結論的には、D 子さんは相手にならずに他の人がなったような記事になってます。で、最後に田村さんから、はい、これと言って3000円のタクシー代を渡されて帰ってきたと。まあ、そんなようなことが書かれています。ここにおいてですね、タクシー代3000円とか5000円を、まあ、もらったということなんですけれど、まあ、全部ケチだなというふうに思われるかもしれませんが、まあ、これが10万円とかね、多額なお金になると今度は売春防止法違反とかいう疑いも出てきてしまうんで、まあ、3000円とか5000円ぐらいの金額であれば、タクシー代とかいうようなことで売春防止法違反の疑いっていうのが出てこないということにはなろうかと思います。まあ、いずれにしてもですね、第1弾に比べると、第2弾の記事は犯罪として認定するのは弱い、あるいは荒いというようなことであります。まあ、最も先ほど述べたように、道義的な、あるいは道徳的には現在の社会の価値観としてはまあ許されないんで、今後ですね、第3弾が出るのか、文春側。その記事内容以下は今後の裁判にも影響を与えると思います。まあ、ある意味、来週すぐにという続報ではなくてもいいので、もう少し内容が掘り下げられた、少し、心理描写ももう少しなされるような記事が出るかどうかというのが一つの私の着目点であります。記事の内容というか、今後の内容によって、まあ、今後の裁判にも影響が出てくるってことですかね。こういう第1弾、第2弾、あるいは第3弾とか続いていくと、まあ、裁判は全部その記事を裁判官においても全部通してみるわけですから、そうすると全体としての印象はどうなのか。まあ、この当事者、松本さん側とか、この芸人さんら側は、あくまで、そんな、要するに性行為を目的とした飲み会の
セッティングじゃなかったというような話を弁解として出すかもしれません。しかし、そういうものが何回も続いて行われると、やはりこの会合というのは単なる飲み会ではなくて、そうした斡旋する、あるいは性行為に及ぶということが含みとしてある飲み会、会合だったんじゃないのかっていうのを裁判官は印象として持つと思うんですよね。ですから一つ一つの記事よりも、その全体として、しかもその記事の内容がどの程度厚みがあるか深みがあるかということで、いくつかの記事が出た場合には総合していくわけですから、今後の第3弾以降の記事内容がどうなるのかっていうのは、結構今後の名誉毀損の裁判には影響を与えるというふうに思います。本日の解説、私の言葉、これは良かったと思う人はチャンネル登録、そして高評価、グッドボタン、よろしくお願いします。